こんにちは。後方の車を確認するために自分はサイドカメラとリアカメラを取り付けていますが、本日は車線変更する際にこれらのカメラを取り付けることによって死角が 100% なくなるのかというテーマでお話したいと思います。サイドビューカメラはマックスウィン社製の VDR-SID を使っています。カメラはこのように左右のドアミラー下部に取り付けています。またリアカメラはチェンガー社製のミラー型ドライブレコーダー V68 のリアカメラを使っています。そしてこのカメラで撮った画像はインナーミラーに映し出されます。この2つの商品の取り付け工事につきましては別動画で扱っていますので、興味のある方はそちらをご覧になってください。解説欄に URL を貼っておきます。この2つのカメラを取り付けたのは車線変更する際に斜め後方の死角にある車を確認するためですので、まず静止状態でカメラの瑕疵エリアを測定してみました。2つのカメラの瑕疵エリアを図示するとこのようになります。サイドカメラで見えるのはラージ ABCD の車ですが、 C と D はかなり縮小して見えますので、実際にきちんと見えるのは A と B だけだと考えてください。リアカメラではスモール ABCDE の車を見ることができます。140度の広角レンズが使われていますので、 C 以外の ABDE もしっかりと見ることができます。ここは本来ルームミラーでは見ることのできない死角となるエリアです。この図から静止状態であれば 100% 死角は発生しないことが確認できましたが、走行中にはこれらの画像はどのように見えるのでしょうか。この2つの映像を確認することによって果たして安全に車線変更することができるのでしょうか。通常後方の確認はリアカメラ、すなわち電子インナーミラーで行います。サイドカメラは使いません。サイドカメラはウインカーを出した直後のみ表示されますので、この時に見ることになります。本日は実験ですので、手動ボタンを使ってサイドカメラの映像を故意に常時表示させています。上が電子インナーミラーでリアカメラからの映像です。下がサイドカメラからの映像モニターで、左右カメラのどちらか一方のみが映し出されます。ご覧の通りどちらのカメラも広角レンズですので距離感がつかみにくいです。特にサイドカメラは一瞬どこを映しているのかもわからないくらいです。したがってこれをうまく活用するためには、少なくともこれらに十分慣れて、まず距離感を養うことが必要だと思います。そうしないと電子インナーミラーを見て車線変更ができるかどうかを見極める判断すらできません。まずこれができないことにはサイドカメラをつけても全く意味がないと考えるべきです。またサイドカメラは車線変更すると判断したときに、車がエリア A または B にいるかいないかを見るだけに限定して使用します。それ以外のエリアの車は見えても距離と方向が瞬時にはつかめないので、見ない方がいいと思います。時間をかけてみるとかえって危険だと思います。サイドカメラのモニター画像にはエリア A に車がいるときには赤丸を、エリア B に車がいるときには緑の丸をつけています。動画の中で A と B のエリアを明確にするためです。この画像を見る限り、サイドカメラを取り付けてもそれだけで車線変更が 100% 安全に行えるわけではないということがわかります。それは丸の中に 100% 車が入っておれば車線変更できないということはわかりますが、部分的に入っている場合にはどうするのか迷ってしまいます。これについては残念ながら慣れて判断力を徐々に高めていくしかないように思います。参考のためにこれは完全に日が暮れてからの映像です。どちらの映像もヘッドライトの光がぼやけて膨張しています。全体的に少し見えにくい感じになっていますが、実際はもう少し綺麗に見えています。
この暗さの中でも少なくとも肉眼で見るよりははるかによく見えています。サイドカメラのモニターは今実験のためここにぶら下げていますが、最終的にはこのモニターをどこに設置するのかということが大事になってきます。電子ミラーからあまり離れていなくて、かつ運転席から見やすい位置、そして邪魔にならない位置に置きたいからです。自分は当初ハンドルの裏側に置いていましたが、ハンドルの影に隠れて見えないことがたびたびありましたので、このようにインフォメーションディスプレイ斜め前に車載ホルダーを設置してここに置くようにしました。ウインカーを出した直後にエリア A または B に車がいるかどうかを確認するには非常に見やすい位置になっていると思います。それでは本日はこの辺で。